たい。今週のショービズラインナップ、オスカーレースを占う上で最も重要となるゴールデングローブ賞、若草物語だけでなくセーフステージでも理想の母親像を演じるスーザン・サランドン、過去2回の逮捕歴があるものの映画告発で囚人の弁護士を演じるクリスチャン・スレーター、ダマン・ダマーやフォレスト・ガンプなど意外な作品がなぜヒットするのか、間抜けなヒーロー人気、ハイアーラーニングで映画デビュー、シングルトン監督の恋人でもあるモデルのタイラ・バンクス、新作や2歳半の息子について語るメグライアンスペシャルインタビュー、そしてアメリカの最新チャート2月4日付ビルボードトップ10と続きます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ショービズ、僕でっか、ちゃんと分かったの聞いたんや。はい、お願いします。コンブトさん、あんたや。はあ、コスト剣のぶっとい歯ごたえ、日清ゴングト登場。新試合、渡辺美里、ニューシングジュリアのマリー、ニューシングル小さな頃から。ショービズ、フォレストガンプの名言に習えば、ショートは箱詰めのチョコレートのようなもの、手に取るまで何が出るかは分かりません。しかし今年のゴールデングローブ賞の場合は別でした。ゴールデングローブ賞は映画、テレビ、それぞれにドラマ部門とコメディミュージカル部門を設けています。このため会場の混雑は他の賞と比べ物になりません。注目のフォレスト・ガンプは映画ドラマ部門の作品賞に加え、ロバート・ゼメキスが監督賞、トム・ハンクスが主演男優賞に輝きました。Have been invited back. I have to tell you, you know, who beats Paul Newman? Oh, shut up now. ミュージカルコメディ部門ではライオンキングが作品賞、そしてティム・ライスとエルトン・ジョンがオリジナル作曲およびベストソングに輝きました。You should always aspire to get better. Sometimes it don't work, but I feel as if I'm getting better.ジェシカ・ラングはほとんど誰も見ていないブルースカイでドラマ部門主演女優賞を受賞、コメディ部門ではジェイミー・リー・カーティスが栄冠に輝きました。コメディ部門主演男優賞は、テレビ部門では HBO のザ・バーニングシーズンで今は亡きラウル・ジュリアの主演男優賞を未亡人が受け取りました。特別賞のソフィア・ローレンも感動的な一場面を繰り広げました。It's the dream of my life. It's my being. It's my everything. 2月14日に予定されるオスカーノミネーションの予備選挙とみなされるゴールデングローブ賞。その結果を見る限りでは、フォレスト・ガンプがオスカー最有力と言えそうです。Cherry Sylvester, CNN, Los Angeles.5週目でワンランクダウンとなったキプリング原作のアドベンチャー。
森で育った青年と動物たちの冒険を今回は実写で描きます。主演ジェイソン・スコット・リー。 I will come back for you. I know. 9位リトル・ウィメン放題若草物語。5週まで一歩後退した美しい4姉妹の成長物語。ウィノラ・ライダーが作家を目指す次女条約で主演。監督は燃え尽きるまでのジリアン・アームストロング。3人の子供を持つ未婚の母のスーザン・サランドン。彼女はこのところ観客がこうありたいと願うような母親像をスクリーンで演じ続けています。若草物語、セーフパッセージ、そして依頼人で演じたキャラクターについて、さらに実生活での母親ぶりをスーザン・サランドンに語ってもらいました。若草物語でスーザン・サランドンは子供たちを勇気づける模範的な母を演じました。依頼人では殺人を目撃した少年を保護し、母親的な存在となる弁護士を演じました。限定公開中のセーフパッセージで見せるのは現代の母親像。7人の子供を育て疲れ果て、自分は間違った選択をしたのではと悩む母を演じています。Is there something comforting in that to know that even with our faults, our vulnerabilities, sometimes our inadequacies, that it's still okay as long as you're really trying hard? I hope it makes you feel optimistic about having a family, and I hope it tells all parents out there that feel overwhelmed that that's part of the deal and that you're probably doing a good job anyway. And I hope it tells people that, you know, you can wake up in the morning and hate the person you're living with, and it doesn't mean that it's a crisis of faith, and you can stay with them and fight it through.実生活でもサランドンはできる限りのことをしていると言います。仕事に追われながら3人の幼い子供を育てるサランドンは、コミュニケーションが家族の平和を保つ鍵と言います。 No, I warn my kids when I'm in a bad mood. I apologize to them, and I maybe we could have more fun if we would lower our sights a little bit and try to figure out really what's important, and you know, and every now and then let the house get a mess and remember to play and to have laughs.いよいよ本格化したオスカーダービーでもサランドンは笑うことになるかもしれません。以前パートナーのティム・ロビンズと共にオスカー受賞式を政治的主張の場として利用した彼女はアカデミーから追放処分を受けました。しかし彼女は今年のオスカーの有力候補の一人。どんな結果が出るか注目しましょう。 CNN Entertainment News, New York. 今週の8位ディスクロージャー。7週目でワンランクダウンの逆セクハラスリラー。上司になった元恋人に誘われて拒んだ男が企業内の権力闘争に巻き込まれます。主演デミムーはマイケル・ダグラス。7位ハウスゲスト。3週目でこれまたワンランクダウンの大迷惑お客様コメディ。リッチな司会になりすましてやってきた男、招かれざる客の正体をさらけ出して大騒動となります。主演シンバット。6位デーモンナイト。2週目でスリーランクダウンを喫したテレビホラーシリーズ魔界からの招待状の映画版第1弾。悪魔と戦う下宿人たち、その助っ人を務める男とは。監督アーネスト・ディカーソン。5位初登場マーダー・イン・ザ・ファースト放題告発。囚人の島アルカトラス刑務所で虐げられ殺人に走った男、彼を弁護する新米エリートとの絆が感動を呼ぶ実話ベースの人間ドラマ。主演ケビン・ベーコン、監督マーク・ロッコ。告発で第1級殺人罪に問われたアルカトラズ刑務所の囚人を助ける新米弁護士を演じたクリスチャン・スレーター。皮肉なことに彼は先頃ニューヨークの空港でバッグにピストルを入れていたことが発覚して法に触れました。そんな若手スターに実話に基づく最新作について聞きました。I don't understand you. I thought you wanted to fight. I just wanted a friend.暴行、虐待を受け3年に及ぶ過酷な独房生活を強いられた末、殺人を犯す囚人を演じるのはケビン・ベーコン。クリスチャン・スレーターはアルカトラズ刑務所の非人道的な扱いを暴いて権力に挑む国選弁護人役。ハーバード大学を卒業したエリートという従来とは異なる役柄に挑んだ彼は映画をこう語ります。ストーリーオフペーソナルトライアンフover incredible odds. Story about friendship and loyalty. I pointed the associate warden, Mr. Glenn, the warden, Mr. Humpson, and the institution known as Alcatraz, and say, I accuse. Objection.
I understand that the filmmakers were interested in you for the role of the convict. Why did you want to play the lawyer? I was really looking for a long time to play a character that was a little bit more together, a little bit more mature, and had his head screwed on in the right direction. I felt like I'd played a lot of offbeat characters. And he came out of the dungeon, a vicious, barbaric, maniacal murderer. I think James Stamphill is a very heroic character. I think anybody that faces incredible odds and doesn't turn his back on it and run away from it, a very heroic person. 映画が下敷きにした実在の事件をきっかけにして、アルカトラズ刑務所はやがて閉鎖に追い込まれました。現在では北カリフォルニア一の観光名所となったかつての囚人の島で告発は撮影されています。A dreadful place. I mean, I don't recommend it. I don't really recommend shooting a movie there. It's a very, the atmosphere is very dark and very cold. かつてスピード違反による警官とのカーチェイスや、ケネディ空港での銃器不法所持による逮捕など、刑務所とも縁のあるスレーターですが、この件に関してはコメントを拒否しています。What's the deal with the gun at the airport? しかし彼は私生活のもう一つの事件、恋人ニナ・ファングとの婚約に関しては堂々と公表しています。今週の良い Nobody's Fool、 6週目でワンランクアップとなった家族の再生ドラマ。年はとっても反逆児の父とその息子、再会した父と子がすれ違いつつも少しだけお互いを理解して、主演ポール・ニューマン。3位、ダム&ダマー。6週目でワンランクアップの90年代版底抜け珍道中コメディ。現ナマ入りのカバンを拾ったおバカさん2人組が持ち主の美女を追って全米縦断の旅に出ます。主演ジム・キャリー、共演ジェフ・ダニエルズ。6週目も3位で健闘し、いよいよ1億ドルを突破しそうなダム&ダマーの勢いにショックを受けるハリウッド関係者も多いようです。しかしこのダム&ダマーやフォレスト・ガンプのように間抜けなヒーローが登場する映画は昔から人気を集めてきました。 I ran to get where I was going. I never thought it would take me anywhere. フォレスト・ガンプは3億ドルもの報酬をつかみました。悪意のない単純な男の物語の大成功は単純明快なものに惹かれる観客の昔ながらの好みを反映しています。ダム&ダマーもまた多くの観客を集めました。頭の軽い2人の間抜けな主人公に観客はなぜここまで惹かれるのでしょう。 The appeal of these movies is that we like to laugh at people who are dumber than us because it makes us feel good about ourselves.ハリウッドには間抜けなキャラクターが活躍するスラップスティックコメディの伝統があります。底抜け大学教授でジェリー・ルイスが完璧に仕上げたこの手のキャラクターは、チャンスのピーター・セラーズ、天国から落ちた男のスティーブ・マーチン、ウェインズワールドのダナ・カービーへと受け継がれてきました。Some of it is unabashedly immature, you know. I mean, it's okay to be that sometimes, you know. We're so bogged down with being responsible and mature and making decisions, and it's a good point, very good point, you know, all that stuff, and to be completely, yeah, to do that kind of thing, it's just fun. ガンプの場合、彼の間抜けさを笑うというより、むしろその純真さに心を打たれます。I wish we could all live as uncomplicated a lives as he does, you know, not, you know, he's not, he doesn't carry around a lot of emotional baggage with him, you know.He understands his place in the universe better than any of us do. I'll tell you that. 現代文化においてこうした主人公の立場は微妙に変化しています。ハツカネズミと人間や真心を君になどの映画では彼らは犠牲者として描かれました。政治的妥当性の時代の到来によって現代の間抜けな主人公は以前と異なるメッセージを発しているようです。 One is I think it's a negative message that you can be stupid and sort of drift through life and no matter what you do, good things will happen to youThe positive message, I think, is sort of the obverse of that, which is that you can have a fulfilled life even though you're not classically smart. What's my destiny, Mom? You're gonna have to figure that out for yourself.ガンプの言うバカとはバカがすることとのセリフは的を射ています。ともかくボックスオフィスに間抜け旋風が吹き荒れればこうした主人公の登場する映画が量産されるのがハリウッドです。今週の2位、ハイヤーラーニング。
2週目もしぶとく2位をキープした学園ドラマ。人種問題にデートレイプと、現代のキャンパスには学ぶべき問題が山とあるようです。主演ジェニファー・コーネリー、監督ジョン・シングルトン。今週も2位をキープしたハイヤーラーニングは90年代のキャンパスライフを描いています。主演キャストの一人はジョン・シングルトン監督の恋人でもあるモデルのタイラ・バンクス。ハイヤーラーニングは彼女にとって初めての映画ですが、批評家の多くは今後彼女のスクリーン登場が増えるだろうと見ています。タイラ・バンクスの本業はニューヨークやパリの雑誌やファッションショーで活躍するトップモデルです。I think I'm more on the sexy kind of side of a model. I have the hips, I have the breasts, you know, so, which I like, you know, it's a better representation of women, I think. しかし彼女はスーパーモデルのルックスを変える必要がありました。ハイヤーラーニングで彼女は大学陸上部のスター選手役を演じています。Oh, so you think I got it easy? I worked out 4 hours a day for 3.5 weeks, with the head UCLA track coach for the women's division, at UCLA. So,I had to train. They wanted me to lose my hips, but make my thighs bigger and make my stomach harder. バンクスがシングルトン監督の恋人であることから、役を簡単にもらえたと思う人も少なからずいることでしょう。He said, "Okay, you ready to read for it?" And I'm like, "Wait, no, I'm not reading for this anymore. Now you're my boyfriend. People are going to think I got the part because of you." So I was like, "I'm not going to do it anymore. No." And he's like, "All right, fine." So he started test screening other girls.And I was like, I could do better than her. She doesn't look like a track runner. Look at her. She looks like she's saying her lines. Da, 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 da. So finally, I said, forget it. And I tried out for it. 以前、バンクスは NBC のドラマ、フレッシュ・プリンス・オブ・ベル・レアにゲスト出演し、女優デビューを飾りました。There's a lot of things on the table that I'd like to do. And I'm really lucky that there's not a lot of bimbo roles. You know, I haven't gotten any of those offers yet. I'm sure they'll be there and they'll be there to turn down. But, you know...Also, I don't mind playing a pretty girl. 彼女は今後女優モデルともに続けていきますが、母親のアドバイスを忘れてはいません。When I first started, I got a lot of hype, like really fast in the fashion industry. And she always said, don't believe the hype, because in 10 years you'll have wrinkles and they won't care about you anymore.しかし今のところタイラ・バンクスに心配事はないようです。今週の1位。レジェンズ・オブ・ザ・フォー。拡大公開後連続2週トップの座に輝いた愛と反逆のアメリカンファミリーサガ。一人の女性を愛した三人兄弟の葛藤を見つめます。主演ブラッド・ピット。3週間後に迫ったオスカーノミネーション、その行方を占う上でも注目のゴールデングローブ賞が発表されました。この結果を踏まえた上でマーティングローブにオスカーレースを分析してもらいましょう。ライオンキングがオスカーにも食いつきそうですね。まさしく、これはゴールデングローブ受賞結果からつかめた重大な情報です。以前からこの賞はオスカーの結果と非常に強い関わりを持ってきました。特にオスカー候補選出を左右します。ライオンキングがゴールデングローブ賞ミュージカルコメディ部門の作品賞を受賞したのは、数年前アニメーションとして初のオスカー作品賞候補となった美女と野獣同様に重視されている証拠でしょう。パルプフィクションよりフォレスト・ガンプですか？もちろん。フォレスト・ガンプはドラマ部門作品賞に加え、ロバート・ゼメキスが監督賞、トム・ハンクスが主演男優賞に輝きました。オスカーダービーの大本命と言っていいでしょう。去年に続きオスカー主演男優賞2連覇を目指すハンクスですが、強力なライバルがいますね。そう、アカデミーはガンプもトム・ハンクスも気に入っており、その意味では2連覇も夢ではない。しかしノーバディーズ・フールで会心の演技を見せたポール・ニューマンがいます。票の食い合いで副兵浮上という可能性もありそうです。ジェシカ・ラングはオスカー主演女優賞候補は確実と思われますが、本番で怖いのはジョディ・フォスターだけ。手強いライバルです。アカデミーはジェシカ・ラングがお気に入りですが、ジョディ・フォスターのことも好きです。フォスターはオスカー候補にもってこいのネルという役をつかみました。何しろアカデミー賞は障害を持つ役に挑戦した俳優を好む傾向があります。ネルで言語障害を持つヒロインを演じたフォスターはかなり有利です。いずれにしても今年アカデミー主演女優賞に輝くのは J で始まる名前の女優、これはほぼ間違いありません。この際他の部門の予想もお願いします。
まず助演男優賞はどうですか？これは簡単です。エド・ウッドでベラ・ルゴシを演じ、ゴールデングローブ助演男優賞を受けたマーティン・ランドーですね。映画が公開された時から注目されていましたから確実。助演女優もブレッツ・オーバー・ブロードウェイのダイアン・ウィストで決まりです。$2 million a month for the operations and names of every undercover agent in the world. He had some sort of pack on his back. Maybe it was a parachute. But the schedule's gonna change. Drop zone. 高所恐怖症の方はご遠慮ください。今度の一太郎は5つパツって打ち間違えてもきちんと直してくれる。五郎ちゃん、僕も一発で決めました。うぅ、一太郎ジャストシステム。史上最悪連続殺人カップ、ミッキー&マロリー。クエンティン・タランティーノが原作、監督オリバー・ソーンで送る今世紀最もキレてる映画。 You ain't seen nothing yet. Natural born killers. Bad, bad.今週は IQ でアインシュタインの姪を演じたメグ・ライアンをスタジオにお呼びしました。彼女の私生活や IQ に続く新作について聞いてみましょう。 You took Albert Einstein for a ride on a motorcycle? He loved it. He went Wahoo! Wahoo? When was the last time you went Wahoo? Meg Ryan. Meg, welcome to Showbiz today. Well, when was the last time in your own personal life that you went Wahoo? Or facsimile thereof? Really?Wahoo. You just had one of those moments. Well, you know, I was just in Paris, and I kind of kept basically saying that. It's an amazing place, and we were there for about 3 months, and I kind of dreamed about it going and working there, and we finally got to, and it was like a big kind of wow experience, I guess. We're going to get to IQ, but since you brought up Paris already, you were there doing Paris Match, something that you're not only starring with Kevin Kline in, but you're also producing it.Yeah, co-producing, really. And it's a movie that Larry Kasdan directed, and Kevin Kline plays a sort of a French petty thief. And we had so much fun, I can't tell you. It's a real road movie, and we fight all the time. Just exactly what I've always wanted to do. So, you fought off-screen? Is this a scoop? No, in the movie, we're just constantly bickering. You know, I mean, it's just this fast-talking bickering all the time, but, you know, guess what? We love each other. So. And guess what? What a horrible location. It's poor baby. Yeah, poor me. We were in Cannes, we were in Paris, we were in Provence. It was unbelievable. Really. Let's just talk about IQ for a second. Okay. One of the themes of the film is that your heart is more important than the mind in making these decisions about life. Is that kind of how you make decisions? About love? Love. Yeah, well, it's probably the only thing you should go by, right? I mean, I don't know. But it's definitely true in this movie. She's somebody who's trapped in her head and in her sort of not quite so linear reasoning, you know, and she needs to kind of pop out of that rarefied air of intelligentsia. And she grew up around all these great geniuses in her life, and that's the thing she needs to learn with this mechanic who Tim Robbins played. Did you ever bring that intelligentsia home with you at night? Never. That's incredible. Just never stuck. Well, you might go wahoo on the morning of February 14th when the Oscar nominations are going to be announced. There's a lot of talk, Meg. I don't know whether you're superstitious or not, that you're going to be nominated for When a Man Loves a Woman. You're an actress who doesn't even like to see her own movies when they're finished. So what would an Oscar nomination mean to you? Well, I'm trying really hard not to think about it. Because I feel like if you embrace whatever...they say, you know, kind of have to embrace the other stuff they say too, so I'm just not really thinking about it. Do you know? Are you superstitious? No. I just am trying really hard not to think about it. Okay, well, maybe you'll say wahoo for another reason, because February 14th is also your anniversary. Yeah, God, you are in the know. I am today. Meg, congratulations. Be it happy anniversary, be it happy Oscar nomination, whatever. It's so good to see you. Okay, thank you. And come back and talk to us when Paris Match comes out. Okay, I will. Thank you again. Thank you.